く向こうにそのお手のポイントというか、うんうん、はいはい、うわすごい。あれ聞くとカメムシが多分ついてます。ええカメムシタケっていう冬虫夏草です。今度見てあげたら、見てあげたら、あーちょっと待って、この前写真が撮れた人。どれのこと言ってますか。途中仮想は大丈夫、中国でめちゃくちゃ取られてるでしょ。種類で言ったら何でも統一。カメムシタケです。カメムシタケ。いや、木の、え、木の。菌類です。シノキ類です。見ててね。引っ張っていいですか。はい。引っ張って出てくる。ミシガイさん。あ、いるね。あ、全然浅いね。これがカメムシの、わかりますかね。ちょい、広げてあげれば。カメムシに寄生して、ここが目ですね。顔。カメムシ、虫の後ろが羽がついてて、そこから寄生したキノコが。全然わかんないですよ。このキノコはカメムシに寄生するカメムシタケっていう冬虫夏草の仲間。そんなのがいるってすごくない？そんなの見つける人もすごくない。どうやって見つけたんですか今。いや、カメムシタケがいそうだなと思ったんで見たら、いました。コケトモの、あの、大きい兄弟。大きい兄弟です。大きい兄です。大きい兄ちゃんと妹。よろしくお願いします。お願いします。私はコケ好きなんですけど。僕は途中仮想が好き。見ましたよ、自然のコケ壁が。おお。光がほら現れた、こういうのほら、これ全部ですもんね。これはやっぱ雨降った後のおかげでね、このぐらい、うん。あ、ここネズミの動け。そう、ネズミの動け。うわー、かわいいですよね。なんか追加すぎる。そうね、ネズミの動き最近大好きなの、これ。そうですね、ここまで群生するのすごいよね。手触りが良くて、これネズミの動きですよ。ネズミの音っていうところに似てる。すごい分かりやすい苔で、そう、そうね、分かりやすいの。めっちゃ分かりやすい苔なんです。どこら辺が可愛いんですか。本当この羽振りの生え方のちょっと拷問っぽいところですけどね。なんか大型犬の毛並みみたいな。ちょっと洗ってないぐらいのね。ここに葉っぱがいっぱいついてるんですけど、はいはい、これを一本としてなってるから、もうそれがすごいよね、やっぱり。すごい場所さえ苔が見つければ、うん、そのなんていうんですかね、生存率というか、その生き抜く力を強そうですね。そういうことなんですよ、うん、いい環境を自分たちが分かれば、うん、そう、こういうふうに、まあ、冬虫夏草に関しては分からない。本当ベーグルだよ。近くに寄ったら余計ベーグルだよ、これ。ベーグルってなんですか。いい感じの焦げ具合。